だから本当にここから大昔の琉球に行ったってばって言われてもねえ。だからさ、もうあれ、おじさん、おじさんじゃない。私は琉球国中山の王サットだ。ふん。トロピカルサンセット、変わらないものを抱きしめて、夢の中のようなこの時を永遠と呼んでほしい。ここって…そう、ここはね…ここは永祖王の眠る墓、かような未来に残っているとはな。うん、やはりこの国の未来は明るそうだな。あれ？え？なんでここにいるの？え？え？
何何どういうこと？こっちが聞きたいさ。サッタさんは？え、サッタ王に会ったのかい？え、いつどこでどこで？マサトが教える英雄王って誰？てかさ、さっきお墓って言ってたけど、ここ誰のお墓？エイソってよ。エイソって誰？君たち、浦添に住んでてエイソ王のこと知らないのかい？浦添の偉人なのに。偉人？もう仕方ないな、僕が教えてあげよう。え？浦添って、手だこの町って言われるだろ。手だこは、太陽の子って意味で、エイソのことなんだ。うん、そうなんだ、知らんかった。なんで太陽なの？よくぞ聞いてくれた。それはエイソのお母さんが体の中に太陽が入る夢を見て、エイソを身ごもったって言い伝えがあるってよ。よく知ってるね。で、エイソって偉人なんでしょ？何した人なの？それなんだけど、当時の琉球では日照りや流行り病が続いていて、国が荒れ果ててたんだ。そしてでさ、その時の王様は自分の責任だと思い悩んで、エイソよ、私に代わってこの琉球を治めてくれ。何を申されますか？頼む、お前しかおらぬ。評判の高かったエイソに政治を任せたら、災いが一気に収まったってよ。僕が言いたかったのに。へえ、さすが太陽の子なんて言われるだけあるね。その後、正式に王様になったエイソの評判はすごくてさ、久米島、慶良間諸島、伊平屋島、奄美大島からも貢ぎ物を持って使者が訪れるほどだったって。エイソ様、こちらをお納めください。うん、苦しゅうない。へえ。あとさ、沖縄の仏教の始まりにもエイソが関わってるって言われてるし、一族のお墓としてこの浦添踊れを作ったのもエイソってよ。そういうことへえ、手だこってエイソのことだったんだ。そのエイソがここに眠ってるってわけね。今も私たちのことはここから見てるはずね。まさか。そこも僕が言いたかったんだけどな。この国の未来は明るそうだな。島の悲しみ